はい、それではですね、セブンスコードの使い方のコツについてちょっと解説しておきましょう。セブンスコードはですね、その響き上に実はストレートなニュアンスよりは少し、曖昧なニュアンスに向いているコードなんですね。ですから例えばロック系の楽曲なんかでは3世のコードの方のがいいですし、逆にジャズ系ちょっとおしゃれな感じにしたいなっていう場合はセブンスコード、もしくはまあそれプラステンションを加えるというやり方もあるんですけれども、まあ少なくとも3世よりは4世のコードを使った方のが少しおしゃれな感じがします。それではですね、ちょっとロック系の刻みですね、これ4世と3世でどのような形に聞こえるかっていうのをちょっと音を聞いてみてください。最初に4世で刻んでみます。その後に3世で刻みます。はい、いかがでしたか。まあロックというか、まあ、あのソウル系なんかでもね、このような刻みっていうのはよくやりますけれども、ソウル系だったらば4世もありかなっていう感じはしますけれども、後半の3世の方がね、すっきりした感じでストレートな、ニュアンスが伝わったと思います。必ずしも3世より4世の方がいいというわけではありませんので、ケースに応じてこう選んでいくというのが大事ですね。はい、セブンスコードはですね、トライアド、まあ、3世の和音と比べてコードトーンが1つ増えますよね。増えますので、メロディーに対してコードを当てるとき、コードトーンが1つ増えるということになります。ですので、以前からやっているメロディーにコードをつけるときに、このメロディーがありました、このメロディーを含む和音は何でしょうかって、こう和音を選ぶときにですね、このセブンスコードのセブンスの部分、で考えると、今までよりも3世のダイアトニックよりも選択肢が増えるということがわかると思います。それではですね、実際に3世のものと4世のもの、同じメロディーで違うコードをつけたものをサンプルとして書けますので、ちょっと聞いてみてください。はい、ミドラミレシソレドですね。最初のミの音っていうのが3コードでもって考えると、ミが入ってるのっていうのはドミソ C ですよね。3世のコードでも複音を入れると、例えば Am でもいいですし、選択肢がまあ増えますけれども、今度4世にするとなると、ファラドミ、ね、Fm7、こういうのも選択肢として出てくる、そういうわけですね。ですから、3世のコードと4世のコードを含めると、そのメロディーに対して当てられるコードの数が増えてきますので、もちろん前後関係はありますよ。前後関係はありますけれども、選択肢としては増えますので、その辺は覚えておきましょう。はい、そしてもう一つ、これはですね、注意点ですけれども、4世のコードを使うときに気をつけたいのが、トニックで4世を使うときです。実はですね、この4世のコードっていうのは複雑な響きになりますので、真っ先に4世にしたいのは G7 なんですね。ドミナントを4世にしていくのが正解です。で、一番最後なのがトニックなんです。ドミソという和音は、ものすごく安定が持ち味です。安定が持ち味ですので、4世にすると安定ではなくなる方向に少しシフトするんですね。もちろんこの、複雑な響きが好きだ、複雑な響きを使いたいとかっていう時はいいんですけれども、やっぱりトニックの安定を求めるんであれば3世で使った方がいいと思います。このメジャー7はじゃあ使えないのかっていうと、使えないわけではなくて使って構わないんですけれども、一つ気をつけたいのは、メロディーがドに行ってる時ですね。これはやはり安定してる方のが美しいですから、コードの機能的な特徴ですねを考えると、メロディーがドに落ち着く時っていうのはコードも落ち着かせたいので、ドの時はメジャー7ではない方がいいです。この方がいいでしょう。これメジャー7にしてしまうと、こういう風にこれ濁りますので、またはですね、ちょっとここセブンスコードとは違うんですけれど、メロディーがドの時はね、ドミソシではなくてドレミソっていうコードを使う時っていうのもあるんですね。これアドナインっていうんですけれども、ドミソにレを足してナインスを足してるんですね。ナインスっていうのは9番目って意味ですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 番目を足してます。2ではなくてアドナインって言います。こういう使い方の方のが
合ってますね。では実際に楽曲の中で聞いてみましょう。まずはじめにメジャーセブンのパターンを鳴らします。その次に普通の C トライアド、その次にアドナインのパターンを鳴らしますので聴き比べてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。メジャーセブンはねちょっと濁った感じしましたよね。トライアドの方がすっきりしてます。でアドナインはアドナインで複雑な響きはしてるんだけれども、メジャーセブンほど濁った感じではなくてすっきりとだけどふくよかな感じがするので、アドナイン結構おすすめです。ちなみにですね、アドナインはドミソレっていう弾き方はしません。こういう弾き方は通常しないんですね。特に鍵盤で使う場合っていうのはレを中に入れてしまう、ドとミの間に入れてしまう弾き方が一般的です。こんなのとかね、こんな感じですね。アドナインは中に入れるという